こんにちは、なおです。今回もまた大型アップデートバージョン 1.09 の情報を解説していきたいと思います。で、配信ミッションに入る前に前回フォトモードをちょっとあまり触れられなかったので、今回ちょっといくつかいじってみたいと思います。フォトモードを始めるとこんな感じでですね、画面を静止した状態でぐーっといろいろズームしたりとかできるようになるんですね。ちょっと操作慣れるまで難しいかなとは思うんですけども、そんな複雑な操作はないので、あとはもうめちゃくちゃ細かくいろいろできますね。こうやってカメラの傾きをこんな感じでいじれたりとか、あとは画角、はあ、そうですね、こうやって、ズームしたり引いたり、わあ、露光補正こんなのもできるんだ。明るくしたり暗くしたりですね。はあ、はあははあ。サイド、ああいいですね、いいですね。いろいろ変えれますね。白黒写真もこれで撮れるんですね。明度、これはもうここまで変えれるか。ぼかし、まあぼかしの強さとか。ああすげえすげえすげえぼやけてる。ほら、ああすごいすごい。でライトの番号、ああどこにライトを当てるかとかですかね。ちょっと引いてみましょうか。私はいつもカメラをリバースで動かしているので、これノーマルでしかいじれないので、ちょっと操作が不慣れなところもあるんですけども。おーすごい、おーすごい。はあはあはあ、こんな感じで。ああ、なるほどなるほど。いろいろいじれると。色も変えれるのか。すげえな。フィルター、ああ、すごいすごいすごい。いろいろ変えられますね。で、これもいいですよね。フレームがいろいろ。それこそさっきもちょっと言ったんですけども、サムネ作りの時にめちゃくちゃ役に立ちますね。ロゴの表示もできると。で、これがすごいですよね。顔の表情。表情。おうおう、あが。おい。猪木じゃん、猪木。完全に猪木になってますね。すごいですね。ああ、こんな表情まで。完全に顎出てますね、これ。ああ、横に行けないかな、横に。ああ、猪木っぽくなってますね。これは普通かな。ああ、いいですね。ああが、ああ、すーげえいろいろあるな。何個まであるんだ。12個まで。敵の表示の地刀塚、擬人塚の表記。で、さらにいろんな設定をこれで保存もできると、初期化もできると。という感じですね。まあ、このフォトモードもめちゃくちゃいろいろできると。自分は今後は、よっぽど何かなければこのフォトモードを使って動画のサムネ作成していきたいと思います。はい、ちょっと長くなったんですけども、実際じゃあ今度は配信ミッション行ってみましょう。はい、それでは配信ミッションの続きからやっていきましょう。前回はこの桔梗の懐刀と両兵衛の絆をクリアしたので、今回はこの麒麟寺の誘いからやっていきましょう。さあ、そんなに強いミッションではないのでサクッと終われるんじゃないかなと思います。ここもまたボスがいきなり立ってますもんね。さあ誰だろうな、相手。あのなんか特徴的な兜は見覚えがあるぞ。誰だこれ。これはなん、ガモ、あ、ガモってこの人なんだ。はあ、これあれですよね、武家では知ってますけど本人見るの初めてかな。まあそんな苦戦するような敵ではないですね。というかさすがにちょっとアップで来るまでの間にちょっと強くしすぎましたかね。さあどんどん行きましょう。これで4つ目はこの薄明編ですね。はい、ここにも新しいのあります。果実を出す、行きましょう。お、ここはいきなりボスじゃなくて、なるほど、おお、鎖鎌まで行きます。そんなに強い敵ではないんですけども、何匹出てくるんだろうな。お、よいしょ。一応バフでも唱えておきますかね。お、いっぱい出てきますね。お、いっぱい出てくるな。いっぱい出てくるんだったら蘭天竜でいこうかな。最近ちょっとお気に入りの蘭天竜ってもう完全に名前だけで使ってますからね。名前のかっこよさで。ここはこういう人型がいっぱい連続で出てくるところなのかな。お、終わりかな。誰だこれ。あ、これあれじゃん、爆発するやつじゃないかな、違うかな。誰だこれ。っていうかなんだこの技。なんか変な火の玉まとってましたけど、あんな技ありましたっけ。
お、なんだあれ。なんだこれ。なんだあの技。なんだあんなのあったのか。新しい新技か。おい、痛い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 。でーい。なんだお前も乱天竜食らいたいのか。乱天竜意外と強いんだぞ。乱天竜で、乱天竜で仕留める。乱天竜、はい。これ誰だったんだろう。結局ミッション入る前にちゃんと読めばよかったですね。なるほど。まあここはとにかく人型の敵がめちゃくちゃいっぱい出てくる、連続で出てくるステージと。なるほどなるほど。さあ4つ目終わりました。次はこの残照編ですね。ここにあとは残り4つが固まってる感じです。推奨レベルが低いものからいきますかね。220、218、215、219。じゃあ215これからいきましょう。これは誰だろう。なんか無名がなんか言ってましたね。あ、なんで俺はあのミッションを読まないんだろうな。さあここもどうだ。いきなり無名がいるとか。あ、違うな。でもマップを駆け回るとかじゃなくて、なんだろうな、誰かが出てくるんでしょうかね。まあ私はもう最初からバフ全開でスーパーサイヤ人状態でいきます。あ、ボクデン、塚原ボクデン。こいつには修行ミッションでお世話になりましたからね。へい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 。結構修行ミッションでこいつに苦戦されたさせられた人は多いんじゃないでしょうか。っていうかここあれだ、マロバシかな、もしかして。あ、やっぱりそうだ。前作でいうこれ、ま、あのマロバシステージですね。あーってことはここが今度から新しいレベルとかのアムリタ化石、アイテム化石の場所になるかもしれないですね。で、あ、もう前作やった方ならわかると思うんですけども、あれなんですよ、今回のアップデートで追加された新守護霊の水地、あれを使ってこの人型をダウンさせて一撃で倒していくっていうのがアムリタ化石の前作ではセオリーだったんですよね。今回はそこまで同じ、全く同じにはできないかもしれないですけど、ここが稼ぎ場になりそうな気がします。よいしょ。チドンフか。ただのチドンフを食らっただけのようですね。はあ、なんかちょっとマロバシが来たのに興奮しすぎてちょっと雑なプレイになりましたけど、要はこの人型のちょっと強めのボスがいっぱい出てくるので、こいつらをガンガン倒してアイテムだったりアムリタが稼げるステージのはずです、おそらく。うん、というかまんま前作のマロバシステージですね。これで終わりかな。まだいるか。わあ、これまだいるか。いっぱいいますね。はい、もうマロバシ来るか。さあ次は誰ですか。終わりかな。あ、無名だ。なんか無名だけ音楽違うし。お前特別扱いか。ちょっと可愛いから調子に乗ってるんじゃないのか。おい、完全に可愛いからって言って、よし、調子に乗ってましたね。これで終わりじゃないですかね多分。なかなかやるじゃない。まあツンデレってやつですよね。はい、今クリアした配信ミッション人家の風、ここを後で詳しくちゃんとまとめようと思いますけど、おそらくアムリタ化石、装備化石の場所になるはずです。どの程度稼げるようになるかはちょっとまた後で実験してみたいと思います。それでは次行ってみましょう。次はこれですね、託すもの行きましょう。お、2人、しかもこっちは無名か。なるほど、2対2の戦いですか。じゃあちょっと王たちを使わせてもらいましょうかね。やっぱり複数戦にはこのリーチの長い武器が。よし、無名も強化して、よし行くぞ無名。おらおら、無名どこ行った。無名無名、お前も戦うんだよ。お前はそっちだ、俺はこの忍者をやるから、お前はその強い方をやってくれ。よし倒したぞ無名。無名、おっ、いった、ナイスナイスナイス。そうだそうだ、いいぞ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 、いけ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 、無名いけ、やれ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 、よしいけいけ。よし、お前縛りミッションの時はめちゃくちゃ助けてくれたじゃないか。よしよし、
いいぞいいぞいいぞ、いけ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 、よしいいぞ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 、無名今なんかすげえ技使ったな。いいぞ、そういう強い技どんどんいけ、どんどん使っていけ。あ、いった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 、ほら無名チャンスだぞ、背中ががら空きだぞ。なんだなんだ、あ、無名がやられてる。あ、そして雷やられか。いけ無名、最後とどめは刺すか、お前刺せるのか最後。ほら、あ、無名ほら最後いけ、あ、ナイスナイスナイスよし、最後無名がちゃんととどめさせてくれましたね。まあ東国無双といっても無名にやられてるようじゃまだまだですね。さあ残りは2つですね。じゃあこっち行きましょうか。すぐにボスというステージが多いのでサクサク行けますね。あ、ここも、あ、ここは分かったぞ、きっと妖怪がいっぱい出てくるんじゃないかな。じゃあ、久しぶりの鎖釜じゃなくて、なぎなた釜で行きましょうかね。ちょっとさっき、無名にすごい助けてもらったので、無名リスペクトということで。よし、さあ行きましょう。ほい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 。鎖釜じゃねえや。なぎなた釜も久しぶりに使うと楽しいんですよね。まあ、自分の場合は完全にこうガチャガチャプレイですけど。結構ですね、ガチャガチャしてるだけでもこう技がつながってくれて馬ぶれるんですよね。はい、本当にこうきっちり使えてる人は多分おそらくめちゃくちゃもっと強いんだろうとは思うんですけども、自分のようにこのなんかすごい技を出してる感だけで連打してても意外とこうやってなんかこうすごい、いかにもなんかすごいことしてるんじゃないかこいつもしかしてと思わせるようなこともできなくもないと。実際は完全にガチャガチャしてるだけだと。さあどんどん出てこい、どんどん出てこい。結構ガキが多いのかな、もっといろんな敵が出てくるかなと思ったんですけど、こんなもんかな。さああとは終わりかな、まだ、あ、ボスまで来ましたね。あとはこっからあれじゃないかな、このでけえ馬のやつとか牛のやつが出てきて終わりなんじゃないかな。なんか普通のサブミッションでもありましたよね、こんな感じのところ。あそこ、あのステージ結構チャキがいっぱい取れるので何回か周回してたんですよね。やっぱ普通のとこ敵よりも耐久度がだいぶ上がってる気がしますね。どん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 、さあこれで次は誰だ。おお、びっくりした。さあ次は誰ですか。おお、ヤマンバ。お、え、これもしかしてあれかな、百鬼夜行だっか、百鬼夜行、夜行みたいな名前の敵がめちゃくちゃ出るのがまた前作、これも前作なんですけどあったんですよね。そんな感じかな。さあどんどん来い、どんどん来い。あ、両面、え、両面スクナ、両面スクナも出てくるんかい。本当に何匹ボス出てくるんだろう。本当に100匹とか出てきたらちょっと面白いんですけどね。よいしょって、あ、そっか、気力、なんか気力の回復が遅いなと思ったら常闇内っていうのもあるんですけど、混沌やられにされてましたね。ふう、これで次は誰かな。あ、終わりか。西方書ラッキー、両面スクナの、おし、おおこいつも出てくんか。こいつか、強いっすからね、こいつも。お、なんだっけ、この、この技、この秘伝技好きなんですよね、テオノの。よし、さあ次、あ、これで終わりか。結構出てきますね。でもここもいいですね、妖怪をといっぱい戦いたいときはここを選べばいいと。今回の配信ミッションは豪華ですね。さあなんだかんだで配信ミッションもこれが最後ですね。最下の脈動、これいきたいと思います。お、ここは社があるということはマップステージですかね。マップステージじゃねえや、マップのあるミッションですね。なんだろうな、あ、平等院か。ほうほう。てかすげえ、ん、あ、ここ
一応バフ唱えときますかね。これまさかですけど、あの3匹酒呑童子、大嶽丸で、なんだっけ、あ、違う、八つの神だ。あ、ここもじゃあボスがいっぱい出てきてくれるのかな。ボスといっぱい一気に戦えるのはすげえ嬉しいですね。玉城とかも集めたい放題だし、玉城を厳選してる人にとってはもう待ちに待っていたというステージじゃないでしょうか。だってこれでいちいちミッション最後まで行く手間がないわけですからね。はあ、ちょっと、薙刀鎌もちょっと使いすぎだと思うので、そろそろまた鎖鎌に。よし、さあさあ、どんどん出てこい、どんどん出てこい、どんどん出てこいよ。誰だ次は。あ、酒呑童子だ。酒呑童子のステージですもんね。そりゃ酒呑童子出てきますわね。よし、さあ次は誰かな。何体ぐらい出てくるかな。10体ぐらい出てきたりした。おお、大嶽丸も出てきた。まあ出てくるんじゃないかなとは思ってたんですけど、やはり出てきましたね。これはどうなんでしょう。ラスボスのラストミッションにいる瞳に映りし者のとこよりも強くなってるんですかね。なんかそんな気がしますね。ちょっとよし、大嶽丸撃破で、さすがにラスボスまでにボスは出てきませんよね。追加のラスボスとかなとか、新ボスみたいなの出てきたらかなりびっくりしますけど、さすがにそれはないと。いやー、ここもいいなー。ボスラッシュ大好きなんですよね、基本的に。はい、これで配信ミッションも全て終了です。残りは今日はないんですけども、この大曲どきミッションに新しいのが1つ追加されたので、それはまた後日やっていきたいと思います。はい、ということで、配信ミッション全て終了しました。今回アップデートでかなりいろいろな箇所が追加されて、まあさ、前にも言った守護霊のこの水地が追加されたりだとか、配信ミッション発行、そしてここだとちょっと使えないんですけれども、フォトモードだとか、あとはまあ今装備している、今ちょっと姿写しなんですけども、バンキの鎧シリーズがもらえたりと、一応今やったのが大きいところかな。あとは不具合の修正がかなり細かく、十何個、10個どころじゃないですね、20個以上あるのかな。調整も合わせたら3、40個ぐらい細かくいろんなところは変わってるんですけれども、ざっくりとこんな感じで、今回の大型アップデートいろいろ変わったようです。いくつか先ほど、やってる時にも言ったんですけども、このボスラッシュの、人家の風と災禍の脈動、そしてこの託すもの、この3つあたりは、周回することになりそうですね。今後アムリタ稼ぎだったり装備稼ぎにめちゃくちゃ役に立ちそうです。はい、ということで簡単ではありますが、今回の大型アップデートバージョン 1.09 のまとめをこれにて終了したいと思います。また今後どんどん新しい情報出てくると思いますので、その時はその都度、動画で簡単にまとめていきたいと思います。こういった解説動画の他にも縛り動画等も上げているので、もしよければそちらも見ていただけると嬉しいです。それでは今回の動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。